え、俺もうさっきまで家おったよ。あ、そうなんです。もう行け、もうサッカーの練習忙しいんやから。あ、それはサッカーの練習をしてるからね。ほら、もうずっとサッカーボール蹴り続けて忙しいんやから、もう必死に何回電話してきたから。いい、すいません。だいたい、あの、軽量の足軽量でしょ、前の日に呼び出したらあかんて。みんな多分もう倒れるで。俺はもう必死に練習したけど、サッカーの。ちなみにどんな練習をされたんですか？いや、もうそれはもうこれよ。これヘディングですか？そりゃそうよ。キックの方じゃなくて、これやんか。みんなそれを期待してるでしょう。いや、そんなサッカー上手ないらしいですよ。俺でも多分上手いですよ。明日、明日、明日か明後日か、明日、あの、締め落として、その後、次サッカー対決するんで、それも楽しみにしておいてください。まあ、その15歳からね、ずっと、まあ、僕、目標はこう名前を打って金稼ぐことが一番の目標やって、それはなんでかって言ったら、そうしないとやっぱりね、仲間とか、ずっと自分についてきてくれてるね、仲間とかファミリーをね、幸せにできないと思ってて、金が全てやと思ってたんですけど、やっぱりね、4月ああいう悔しい負け方をして、もう格闘技いいかなとも思ったんですけど、やっぱり悔しいって思いがすごくあって、で、MMA っていうのに出会わせてもらって、一からね、やるようになって、15歳格闘技やり始めた時のことをすごい思い出しましたし、うん、やっぱり格闘技って、本質はね、金とかじゃないんで、金とかじゃなく、真剣にやることはすごいこういいことやなっていうのを、なんかほんまに綺麗事じゃなくて心から思ったんでね、頑張ろうと思いましたし、そういう思いですよね。はい、性欲それがいい。まあ冗談で、冗談で、まあまあほんまにそういうのはね、すごいこう15歳の時はあったんですけど、まあ今もないかって言ったらそれは嘘なんですけど、ほんまにもうなんか、貪欲に悔しかったですよね。あんだけでかいこと言って、まあずっと勝ったり負けたりしてきましたけど、ほんまにこう初めて4月の試合って 100% 負けるわけがないと思ってましたし、手だけで十分やって、まあそれってほんまにキックボクシングを舐めてましたし、ほんまにただの、おごりやし、もう相手に負けたっていうのももちろんですけど、もう自分自身に負けたなと思って、はい、だからそれがすごく情けなくてね、自分の中で、自分のこの15年間の格闘技プロ生活でそういう思いしたことなかったんで、そういうね、満身になっているところとか全部がそうすごくかっこ悪いだって自分自身思ったんで、ならば、泥まみれにはなってもね、しっかりやり返すのがかっこいいんじゃないかなと思って、MMA に行きましたよね。はい、ギロチンとチョークとか好きですよ。お、はい、あと、まあ、アームロックも好きですし、三角とかも好きですよね。はい、結構寝技好きですよ。だいぶイチャイチャしてきましたもん、この4月からほんまに。だいぶもう男の子とだいぶイチャイチャしてきました。もう MMA はこういう下品な言い方もしたくないですもんね。俺もそれぐらいほんまに。ポジションはサイドベンチ。うわ、今日本のベンチを守ってる人たちは笑ったな、皆さん。っていうか冗談ですけど、フォワードやったですね。めちゃくちゃ自己中やったです。一生ドリブルしてたっす。まあ、ぬるぬるにしていこう思ってるんで、ね、ボディローション塗りまくって、ぬるぬるでいこう思ってるんで、はい、ツロンって抜けると思いますよ。はい。めちゃくちゃいじるね。俺はね、バッティングの話しようとするけど、めちゃくちゃ古いからね、もう全然してないから。いや、わからんね、もしかしたら出るかもしれんよね。まあ、そういうこと言うから俺がわざとしてるみたいな、何ねん。もう全然わざとしてないから。あ、明日はもうバッティングなし。はい、明後日か。いや、でもやってもらうかもしれんな。でもそれも含め楽しみにしておいてくださいよ。ないですけど、この真剣な話結構油入れてますよね。ステロイド入れてますよね、真剣な話。寂しい話、誰も突っ込んでくれないですからね。それずっと公言してんのに。だからもし俺がこれでステロイド陽性でっても文句言わんとってくださいよ。俺正直言うてんねんから、ずっと。ぜひ抜き打ちしてもらったら。美女3人真面目にふざけてるみたいに言いますよ。ほんまに女の子3人やったらどないします？そうでしょ、レナちゃん、山本美優ちゃん、ギャビガルシアかもしれないですよ。ちょっと最後喋っていいですか？はい、いや本当にね、まあファンのために、自分のために
戦うんで、みんなで戦いましょう。工事軍団最高。まあ、これはね、やっぱ言うとかんとね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。